こんにちは、グッピーこずえです。今日は氷ピーマンというものを作ってみました。ちょっと待って、もうめちゃくちゃ冷たいねんか。これしかもメスティンで作ったから、これ見てください。これこんなね、ピーマンを氷水に2晩つけたものになっております。福岡の居酒屋さんであるメニューらしいんですけど、すごくないですかこれ。なんかピーマンを2日間つけることによって、ピーマンの食感が全く違うものになって、シャキシャキして普通に生で食べるよりもだいぶ変わるんかな。めちゃくちゃ美味しくなるらしいんですよね。でこれを塩につけて食べたり、味の濃いお肉類、ミンチとか味の濃いそぼろとか、そういうのと一緒に食べたらめっちゃ美味しいということで、このねピーマンをまずはこんな風に2晩水につけてみました。ということで、簡単やけど、まあ、2晩はかかるということで、楽しみになりすぎてもピーマンみたいな服も着てしまってるんですけど、でそれを塩で食べたいなと思うんですけど、プラス自家製の肉味噌を久しぶりに作ってみたんで、ニンニクと生姜のみじん切りをまずは炒めます。そこに玉ねぎのみじん切りを加えて少し炒めます。その後に豚のミンチか合いびきミンチを加えて、そしてまた炒めます。でミンチが茶色くなったら、そこにお水と調味料を入れて水気がなくなるまで煮ていきます。今日は玉ねぎのみじん切りしか入れてへんけど、昔ほんまにもうほんまにお金ない時は大根の皮のみじん切りとか、キャベツの芯のみじん切りとか、そういうものも入れてかさ増しして食べてました。最後に水溶き片栗粉を入れて、ニラのみじん切りを入れてすぐに火を消します。はい、こんな感じで出来上がりです。これがあったら麻婆豆腐的なものもすぐ作れるし、丼とかチャーハンとかもすぐ作れます。はい、ということで、キャー、乾杯。そう、ほんでこれが結構ジャンボなピーマンでやった方がいいらしいねんけど、よう使ってるやついこう、なんかぬか漬けみたいに言ってるけど、じゃあちょっとまずは塩でいってみます。水切った方がいいかな。めっちゃついた、そりゃそうか。ん、おいしい。めちゃめちゃ水分が入るんかな。だからすごい噛んだ時にすっごいシャキ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 して、で水がブワーって出てくるみたいな。うまっ。今の水がブワーっと出てくるみたいな表現絶対分かりにくいやんか。なんか食感、味じゃなくて食感で言ったら、あの梨の美味しいやつ、あのシャキッとした感じの梨やるじゃないですか。あれを食べた時の口の中の水分の感じ。でもなんかこれ食べただけで口の中がすっきりするから、焼肉屋さんにあったら絶対売れると思う。これ楽しい楽しい。めっちゃでかない。ほんでこれもうこれやん。ちょ、ほんまうちも今ピーマンお化けみたいになってるやん。めっちゃでかいピーマン持って、ピーマンお化けは肉味噌をこんな感じで入れてつけて食べた方がいいかな。入れたらちょっとめっちゃはみ出そうやめんな。まあいっか。うまっ。
でもうまいし、このなんか食感がシャキッとしてて、ほんまにもうシャキッてなるっていうか、なんて言ったんかな、もうすっきりする、なんか気分もすっきりする感じ。すごいなんか自分の歯型がブワーってつくもんな、これ。美味しい、通り越して気持ちいいって感じ。今までも生のピーマンをそのまま食べるっていうののレシピを一回やったことあるんですけど、それですら美味しいと思っとってんけど、これはそれの倍ピーマンが美味しくなってる。しかもな、多分な、今なピーマンが美味しい季節になってんねやか、まあ、ピーマン女みたいなっていうか、別にピーマン畑の回し物でもなんでもないねんけど、ポテチとか食べるんやったらこれをさ、塩つけてさ食べながらもなんか映画とか一本みたいな。食感がもうほんまなし、まあ、もう22世紀なしって感じ。これはもうちょっともうストレス発散になるから、今ちょっと家の中でこもりがちやないですか。氷のように寒そうやった2人も、もうこれこのピーマンでもうストレス発散になってめっちゃ仲良くなりそうな感じ。ほんまなんなあんた、だから飲みに行ったらあかんって言ってるやん、3密の場所が一番あかんって言ってるやん、だから行ってあかんって言ってるやん、そんなん言ってたらもう何にもできへんやん。冷めるわ、もう氷のように冷めるわ、もう氷ピーマン作ったるわ。お待たせー、ちょっとこれ食べてみ、これ食べたらストレス発散になるし、もう食べるわ。なんなんこれ、めっちゃシャキシャキしてめっちゃ美味しいやん。え、これなんなん、二晩寝かせたん、シャキシャキしてめっちゃ美味しいやん。やろ、わかるな、なんかもうシャキシャキする食感でなんかストレスが発散なれへん、わかるわかる、めっちゃシャキシャキしてる。俺のストレス発散のために二晩も寝かせて料理までありがとうな、当たり前やん。ちょっとあった、これは秘密ってなるわ。シャクシャク食べれるのがすごい楽しくて美味しいんで、栄養も満点やし、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。この動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。ではではでは。